雪国の配信ないですか雪国の配信は、えー、とないですね、まあ、これも言っていいのかな、これも言っていいのかなって感じなんですけど、えっと、雪国は肉まんの話なんですよ、これマジで、肉まんがですね、肉まんって結構、もうこれ、暴露しちゃいます、逆に肉まんのこと、芸能人といろいろ関係があるんですよ、今までは、まあ、AKB の女の子とか、ある女優さんとか。 そういう人と肉まんは関係を持ってました本人はそれを隠してますけど僕は知ってますはいである YouTuber ともですね肉まんは関係があったんですよでその女の子は、まあまあ、女性の YouTuber で、まあ、名前言ってしまうとですね僕は暴露系じゃないんであれなんですけど肉まんはその女性 YouTuber と関係を持ってましたでその時女性 YouTuber 結構いろいろひ問悶着あった人で 某なんとかチームさんと裁判したりとかいろいろあった方なんですよねまあ名前は言わんけどそういう人と肉まんは、まあ、いわゆるセフレっていうんですかそういう関係にありましたこれは僕は知ってますはい言わなかったんですけどでそういう状況でキララちゃんとかが「いや肉まんさすがに私のマネージャーなのに」 そういう、ね、ことをするのはちょっと違うんじゃないのっていうことを言い出して肉まんの底はがですね結構雪国の中で問題になりましたそれはキララちゃんの気持ちはめちゃくちゃ僕は分かりますキララちゃんってイメージ商売というか人気商売なのにマネージャーがねもしそういうことをやってて世の中に公になったらそれは目も当てられないじゃないですかそれはないでしょうってうんだから最近雪国の撮影はそれ以降なくなりましたでおそらく 肉まんは僕にそれを口止めしたくてアテンドしてきてるんじゃないかなと踏んでますはいだ肉まんは意外とやり手ですそれだけは言っときます、はい、気をつけてください皆さん